デリでございます。明けましたね。正月が思いっきり明けて、今回ですね、しゃべりのテーマが愛と夢自体のですね、雑誌なんで、エレカシのね、その愛と夢の中に入ってるの、人恋しくて愛を求めていきたいと思います。今回は読んでございました。結構厳しい。ハイワイドめぐちでございます。お元気でいらっしゃいますか？お正月が済んだねーって感じ。みんな元気かなーって感じ。もうめぐきちはもうね、 1,2,3,4 ちょっとハードスケジュールでかなり疲れましたね。で、 YouTube もまあ撮ってたんでね、もうなんか髪の毛がバランスばっかりで、すいません。ちょっと髪の毛直します。まあ、宮本さんじゃないけど。まあ、紅白が良かったよって私、前回いたしました。明けおめでいきなりね。まあ、今年もよろしくお願いいたしますということでございますが。まあ、もうすでに恵方巻きのね、CM が流れてるということです。今ちょっとね、旦那が長女連れて、今実家の方行ってますんで、ね、旦那の実家の方行ってるんで、ちょっとまあ、ここ来て、ちゃちゃっと喋って帰らないといけない。寒いっすわ、今日。今日は寒い。年末年始あったかかったですよね。ありがたかったです。まあね、お年賀このにね、しんどくなかったんでよかったな。特に京都行くのね、人が多くてね、もう本
とね、人が多い。まだね、近年、中国の方が大量に来られてくる頃よりはマシだったんですけど。まあ、今回、そうですね、昔の、だからね、掃除をするとね、いいことがあるのは、私、昔のね、ちょっと見せるわ。ちょっとこんな汚い。スクラップブックが出てきて、記事を書いてやるんですね。これに、これ今、バーっとたんまり入ってたんですけどね。見て、びっくりよ、もうね。ちょっとまあ、後で言いますけど。とりあえず、まあ、ちょっと山崎まさよしさんの顔が映ってます。まだ若いですね、山崎まさよしさんもね。で、今回、中身は見せられないんですけど、タオが来ましてですね。これの中身がね、今回異常に良かったです。お写真が良くて、ロマンスの夜のお写真だったんですよね。ちょっと大体。で、結構ロマンスの夜、私も言ったんですけど、演出がね、照明が美しくて、で、それに、まあ、もうちょっとダイヤップして、チラーンと見せる。チラリーンと見せる。まあ、そこだけ。照明とかがね、美しくてね。でも5人で手を挙げてる写真とかね。それと、エレファントカシマシのですね、全員が写ってるのがありまして。まあ、カレンダーからのね、流用なんですね。カレンダー撮った時に撮ったなって感じなんですけど。まあ、それでもいいかなって感じ。もう、だって、トミーの茶色い上着はそのままですからね。もうちょっと、まあ、シャツもそのままなんですよね。みんな黒い格好してるしね。もうなんか、もうちょっと、考えてくれんかって感じなんですけど、もうちょっと、ね、流用はやめてほしいかなと思うんですけど、まあ、とにかくこれ、今回、まあ、この表紙だけ見せておきますけど、非常に良かったです、パオ。写真がいいですわ。まあ、毎回写真はいいんですけどね。で、まあ、先ほど言いました通り、お掃除するといいことがあるね、っていうことで、昔の記事が、私、宮本浩次、歴代の宮本浩次の、若字の時代からですね、そうですね、悲しみの果てぐらいからですから、アルバムといえば、そうですね、やっぱり明日に向かって走るのちょい前から、ドビシャ男が入ってます。心に花をですね、あれから入ったもんですから、昔の超若字は知らないんですよね。でも私がすごく好きだったのが、本当に恋をしてたのが、エレファントカシマシ宮本浩次さんが、愛と夢をリリースした時のビジュアルが、めちゃくちゃ大好きで、もうね、一番好きなんじゃないかなと思うんですよ。本当に。で、前回ちょっとね、スクラップブックに入れたままなので、テカリが出たんで、もうちょっと出してみました。今回すごいよ。なんかね、一つの雑誌めちゃくちゃこう、なんか、してくれてて、あ、これ。これまだこれですよ。2023年ではない。はい。エレファントカシマシ。野音ですね。1923年だな、多分な。もうね、これがすごい。これもすごいです。夏の終わりの野音トゥーデイズ。これ。まあ、かっこいいね。あ、テカリがやっぱり出ますね。で、これがまあ、この、ね、ちょっと見せときましょうか。このね、トミー、せいちゃん、それでもテカリが出るな。石くんまだ髪の毛長いね。ね、宮地ね、宮本くんね。宮本浩次、かっこいいですね。この頃の、もうすっごい昔ですね。ね、ヤオンはずっとやってるから、まだこの頃の格好ですから、かわいいね。で、多分ここに映ってらっしゃる人が、エビワジさんだからいるんだろうなと思いながら、ね、見るとすごい感慨深いですけど、いそうな感じ、なんか、エビワジさんがめっちゃいそうな感じ、男の人が嬉しそうに見てるね。誰なんだろうとか。はい来ましたよ。はいはい、これもう私が一番愛してやまない宮本浩次さんのビジュアル。髪型もね、かっこいいんですよね。髪型がかっこいい。こういう、もう光が当たるからこうしとこう。もうかっこいいから、この髪型がね、出たんですね。もうしばらく、これ以降はちょっとない。で、ロッキングオンジャパンも愛と夢の時すごくかっこよくてですね。はい、これもうすごい、なんでテカるの？ああ、テカるな。仕方がないな。ちょっと努力をしてみます。はい、というわけで、あ、これでいいや。これ、まあ、かっこいいっすよね。もうね、この時のね、スタイルといい、もう服といい、顔といい、もう最高。大好きで、もう、あ、かっこいい。いつもかっこいい。都会が似合いますよね。
なぜ都会行ったのか、もう一回ちょっと見せとこう。じゃあさっきのテカったから、これもう一回見せときましょう。テカっちゃったからね、さっきね。はい。おう。お前が。はい。4数です。もうテカらない。横からしかテカらない。ほんでね、これ、もう一回見せときます。なるほど。かっこいい。かっこいいわ、もう本当にね。若字は若字でいいですよね、若字。で、これ先ほど皆さん映ってるんじゃないかと言ったら、画角いっぱい見せてみましょう。いやー、いいっすね。うわーって感じ、うわーって感じしません。キャーって感じ。もう、これなんか、キャー、ビアジーって感じです。もう私、この時のこの人が大好きで大好きで。いや、もう本当に好きでしたね。過去形。今はまあ、そうかな。この時のディアンズルさんが好きでしたから、アイテムはまた名曲揃いでね。はい、というわけでこちら、ものすごい長い特殊記念。1月号で1999年、581月号ナンバーで、ミュージックアーティストのね、エッジウェイズって雑誌あったの知らないわ、私って感じ。それがエレファントカシマシ大特集。待って、かっこいいでしょ。もういいですよね。もうこの尖った顎と言うで、せいちゃんもかっこいいし、トミオかわいいし、石くんあんまり、石くん本当に変わんないですね。で、ここ、見開きだと、これね、この雑誌ね、お正月号だとかなんだか知らないんだけど、すげえ特集記事を組んでくれてるわけですよ。もうすごい。ね。すごいでしょ。ああ、もうちょっと手が邪魔だわ。ちょっとこうやって。はい、エレファントカシマシ、トミー、そしてせいちゃんもかっこいいね、高みどりさん、もうね、高みどりさんと、そしてこれ、どどーん、もうすごいですね。あ、裏のあれが映ってる、エレファントカシマシ、ちょっとこうしましょう。うわー、かっこいい。髪型が良くないですか、この時の紅白の髪型、ちょっとこれのね、長めのバージョンで良かったですね。いい顔してるね、この人。そしてもうね、さっきから後ろで映ってるけど、もうこれ、うわー、かっこいい。なんでこんなにこうね、ジュエスって多分、ね、出たとこの雑誌だったんですよね、この時期。だからエレカシが人気あるから、ちょっとエレカシ、うおーのーって感じ、うおー、かっこいいって感じ。声が忘れてるけど、もうこれがね、かっこいいのね。タバコ吸ってるんですよ、この時ね。でもこのまた吸い方が、でこれ、はい、でまあみんな知ってるんですけど、もうすごく長い特集で、まあ一個ずつ見せますけどね。はい、これはね、トミとせいちゃん、トミせいちゃん、そうですね。でこれは石くんと宮地仲良しコンビですね。いつでも仲がいい。いつでも一緒に。まあ、膝に手は置いてないな。そうそうそう。でね、これだけかと思いきや、もう後ろにもいるんですよ。すごいよね。なんか、特集記事が異常なぐらい特集してくれてるから。まあ、内容についてはおいおいにちょっとね、ちょこちょこやっていきますけど、これトミの一人映りですね。これね。一人のトミーくんかわいいよね。学生時代めちゃくちゃ持ってたけど、それ持ってるわって感じでね。まだあるんですね。もう今ないと思うな、多分。さて、こっからインタビューとかでって言って、これがもうまたいい写真がバンバンやんだ。これこれね、これございますわ。いやすごいわ。紅白ですずちゃんがさ、リーダーズのね、すごいファンだって言ってましたよね。もう、なんか、ひろじ様でしたね。で、ここ、4人ね。いつもこのね、エレファント4のショットはいいですよね。で、まあ、ここにせいちゃんが一人映ってますけど、せいちゃんかっこいいので、せいちゃんもかっこいいですよね、本当にね。で、こう、これはね、こうなるんですよ。まあ、繋がってるんですけど、まあ、ちょっとこっちはこっちで置きたいから、はい、へへーへへー、あー、かわいい。みんな笑ってんの、なんか知らないけど楽しいね。で、こう繋がっていくから、こう、あー、見えない、
語学は無理ですね。はい、こういう感じの記事だったわけですよ。ね、だからいろいろで、ここは珍しくこの2人ね、その2人はそうそう、富と石くんって結構珍しいんですよね。うわー、富髪の毛長いな。はい、あ、これまたかっこいいコンビが、なんだらどれですかね、なんだっけ、このせいちゃんと宮地、この2人でちょっと珍しいですね。あの座る位置がもう本当決まってるんで、この外での撮影珍しいですね。こう、そうだね、画角的にちょっと。そうなのよ、もう、こんなにいいか。それそれとこれ、これも4人のショット、エレファント4のショットですね。外で撮ってるエレファント4。エレファント4って言うなよって感じで、いやいや、言わなくちゃ。で、これが野外での。野外でみんな一緒ですよって感じ。みんな歩いてるよって感じ。野外似合うね。っていうかもう普通の住宅街ね、普通の住宅街の街の写真が、街が似合うわね。え、みんな赤羽出身だもんね。はい、ということで次がまたちょっと強烈に私が好きだった、はい、宮本修司エレカソン、これは音人みたいな番、雑誌ですね。今ないと思うな。うん、すっごい好きな、これ裏がね、ほら懐かしいんですけども、この間ね、ミシェル・ガオン・エレファント、もう私がねスペシャル TV で本当に困った、エレファントエレファントって言うから喜んで、あの撮ったら、わーかわいい、あのミシェル・ガオン・エレファントなんですよ、エレファントだと思って、エレファントがしましたと思って、違うの、はい、かわいい、いや超かわ、この顔ねよく見ますよね。全然全然、ちょっとだから何、指が邪魔じゃないと、こういう感じ。まあね、私が少し押してデータで載せりゃ綺麗に載るんだけど、そういうことするとあまり良くないもんね。でも何雑誌だからいいかな、ほら落ちる落ちる、落ち着いて、ここで落ち着いて、はい、はい、うわかっこいい、ちょっと尖ってますね。で、愛と夢の時はなんか彼女と別れた時のね、あのアルバムなんですけど、全体的に暗いんですけど、ほらこれ、これがまた可愛い、私もうキャキャってましたね、この雑誌も。この子ってオイル時代だったと思うんですよ。まだ結婚してなくて、キャ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 、すごいかっこいいって言って。ずっとかっこよかったですかね。まだファンクラブもなかったことじゃない。ファンクラブがまだあの、個人宛てのファンクラブの創始者のところに着くって感じが、かっこいいですね。もう、立ち姿がいいですよね。立ってる姿がもう異常にいいですよね。もうあーかっこいい、あーかっこいい、ということで、まあこんだけ出てきて、まあ私はもう本当あのビジュアルが大好きな、いや私たちが出てきて、うわー正月ですよ、あの正月にちょこちょこやり残したところ片付けたら出てきたんですよ。すごい、神様ありがとう。何の神様だろうね、あの何の神様かよくわからないですけどね、 ありがとうございます神様って感じ。というわけで、まあ、今回これのご紹介ということで、まあねちょっとね昔の雑誌なんでもう今ないと思います。多分中古ですごい値段で売ってるんじゃないですか、誰かわかんないですけど、まあとりあえずこれかわいいですよね、ニコニコだったこと、そしてこの立ち姿がいいというね、でもこの雑誌がとにかくめっちゃすごい。で、一番好きなこのね、このタバコを吸ってる写真。タバコが嫌いだっていう人もいるんですけど、この頃はみんなね、吸ってましたね。で、まあこれでアップで置いておきますが、まあかっこいいですね。なんかでもちょっとね、似てますよね、石くんと。顔は似てないけど、たたずまいとかね、ファッションが似てるからかな。とにかく、まあ、かっこいい。もう本当に。本当に好きでしたね。もう、この頃はもうなんか、いや、もうだから結婚もしてなかったし、なんか独身だったし、いや、彼女になりたいって思ったけど、遠かった。その頃から遠かったですね。遠いね。今も遠いね。今なんかどん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 遠くなってて、ホールが大きくなる。この間椎名林檎さんの、25周年のライブを、うちの母に撮ってもらいまして、見たら、なんでしょう、っていうか、始まってからかな。トークシーンがあって、MC があって、で、大きな皆様が満足できるように
小さなホールにいたしましたらチケットが取りにくいとか言われまして、と言ってバーッとどうと思ったら浮気症ですよ。で、大きなホールにいたしましたら、皆さんが入るように大きなホールにいたしましたら今度は見えないとか、豆粒を見に来たんじゃないとか言われまして、とか言うから面白かったですね。なかなか、そうなんです。だからこの頃まさにこの後にガストロンチェが来るわけで、で、この愛と夢の後にドドンドドンとエレカシウレウレッジが来て、どん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 チケット取れなくなっちゃってね。で、しまいにはフライデーで誰かさんと写真撮られたんで、もう私はもうちょっとガクーってきてファンクラブやめちゃったわけですけど、まあね、なんかね、別にでもうちのオイル時代の友達が言ってたよ、同期の男の子がね、宮本君って彼女いるのかなって言ったら、一言俺に決まってるだろとか言われて、あ、そうかとか、現実だよねって、いなきゃ気持ち悪いよなと。で、だからあれですよね、だいぶ前にジョーホールでお隣にいた方も、私東京で何回も彼女を連れた宮本さんに会ってるって、すげえとか思って、それはすごいなとか思って、彼女連れの宮本さんによく会う人ってすごいですねっていう話をしてて、彼女いてましたよって言って、まあずっといてるだろうなと、ね、今もいてると思うんですけどね、今まあこの間取られた人かどうかわかんない。まあそれはね、もう明石家さんまさんね、この間清志師匠に聞かれてましたけどね、彼女いとんのかね、まあまあ彼女みたいおりますけど、まあ一緒には住んでないですって言ったから、さんまさんもまあいろいろ事情があるでしょうね、事情がね、いろいろあると思います。だから宮本さんなんか音楽活動で、呼んでコンサート活動でもほとんどいなかったりもするから、なんかだから私は実は結婚はして子供は作ってほしいとかいう気持ちはあるわけですよ。実はお母さんみたいになっちゃってね、もうすっかり若い頃から見てるもんだからね、なんかそろそろちょっと身を固めて、ちょっと子供、若い女の人と結婚して子供作ってほしいかな、遺伝子をねちょっとでも残していいかなとか思うわけですよ。皆さん嫌かもしんないけどね、今更嫌かなと思うけど、まあ結婚しなくてもまあ事実婚でもいいからお子さん作ってほしいかなと思っちゃうわけよね。子供を持った宮本さんをね、見てみたいかなと思うんですけど、まあ皆さんどうですか。まあエリカシはシーちゃん以外まだ全然結婚してないんでね、石くん一回結婚したけどね、今多分結婚してらっしゃらないとか別に、まあ分かんない、うん。だからね、ほんとみんな幸せになってほしいって心から思うわけですよ。もうおばちゃんとしてはね、もうで、この時代ね、もうイケイケ売れ売れですよ。人気はすごくガーッと上がってきてて、の割に知名度が低かった。意外となんかね、人気はあったんですけど知名度低いですか、みんなね、エレファントカシマス知らない知らない知らない、だからみんな言うのがこれこの人って言って、だから頭ぐしゃぐしゃにする人じゃなくて歌う人だよって、歌う人だよって言うんですよ。必ずこのイメージがあるんですよね。この間紅白の時もちょっとだけやってましたね。メイクさんに髪の毛きれいに縛ってるから多分ね、ぐしゃぐしゃにしなかったと思うんですけど、いやー、いい、今まで見た宮本浩次の中で紅白の、去年の紅白の宮本浩次が一番いい髪型してたんじゃないか。この頃も好きでしたけどね。この頃はもうちょっと毛量が多かったじゃないですか。ここら辺がちょっと多かったんですよね。ここら辺ちょっと耳隠れて。ちょっとこれ少ないかなって感じで、もうちょっと髪が多い方がかっこいいかなって感じで、まあ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 いいんですけど、カットモデルじゃないですか。いやー、いい顔してる。素敵。もうなんか正月からね、疲れてたんですけど、ああ、こんなんだ、こんなんだ、見ちゃいましたね。もう、愛と夢の時が一番好きです。もう、宮本浩次。今もかっこいいですけど、愛と夢の時がかっこいいな、と私は思います。というわけで、今回は、まあ、昔の雑誌に、まあ、載ってました記事を撮っておりましたんで、まあ、そのビジュアルをちょっとお見せします。私の愛すべき宮本浩次のビジュアルをお見せします。というわけで、まあ、曲の方は、何歌ったかな。何歌ったかですね。愛と夢の中から、人恋しくて愛を求めて。久しぶりに行ったんでね、もう、でも、まあ、なんとかかんとか、歌の方は頭に入ったんで、歌があやふやの時なんですけど、この間ちょっと星の砂もあやふやでしたね。困りましたね。本当に今年取るって嫌だわ、みたいな。というわけでございまして、今回はまあ、これぐらいにしたいかと思います。いろいろ忙しいんでね、もう正月どうでした皆さん。もう、主婦って、忙しいよね。もうね、年末から正月にかけて、ね、主婦は地獄なのよ、みんな。ほんで、若い人はさ、なんかゲームとかって暇なんだろうけど、私も若い頃何もやらないから暇でしたけどね。結婚してから年末と正月も、まあ、大掃除、みっちりして。まあ、おかげでこういうね、
神様からのプレゼントがあったりするわけですよ。まあだからいろいろまた、まあ春に向けてちょこ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 片付けていこうかなと思って書類をね、もうとにかく捨てることから始まりますんでね、捨てて捨ててみたいな感じだから、あ、そうそう、ほんで1月1日に地震があったんで、うちもちょっといろいろチェックしてみて、タンスはね昔に全部止めたんですよ。私が5、6年前にちょっと大阪にちょっとした地震が来た、もうあかん、タンス止めな、死んでしまうと思って、死ぬだろう多分と思って、みんなタンスに押し通されてと、特に私の部屋、私と湯垣ちゃんの部屋、タンスが3つぐらいあるんでね、タンスを全部止めましてね、その時で食器棚が1本細いのが残ってね、それがガラスが危ないということで止めましたね。それとパチンパチンその開かない、扉が開かないようにするのと、裏からもうね誰も来ないんで、お客様が段ボールをペッて貼って食器棚綺麗に見せる必要もないんでね、ちょっとしました。なんかちょっと防災をちょっと考えないといけないなって、防災用品もねちょっと長らく掘ってるから買い替えなくちゃなって感じがします。でカセットコンロがないの、うちカセットコンロ買わなきゃなとかで、まあまあそんなこと思うね、正月からもう本当にそんなこと思う、とんでもないお正月でしたけど、私たす年なんですよ。で今年還暦なんですよね、今年還暦、まあ、2月生まれなんでちょっとね、赤い服を着てちょっとね YouTube 撮りたいと思いますけど、まあ、黒い服ばっかりなんでね、ね、エルガディです、今日はエルガディです。まあまあというわけで、今回もちょっと昔の記事を出してみましたということでございました。それではメグジでございました。最後までご視聴ありがとうございます。ではまたですね、チャンネル登録者数さんも じわじわ増えていきます。またピポピポピポッとしていただくと、めぐちゃんわーいって喜びます。ありがとうございます。本当に喜んでおります。それではですね、めぐちでございました。また次の歌とおしゃべりでお会いいたしましょう。じゃあね、バイバーイ。